この UFO バーレル、これを使ってソースのラーメンにしようかなと、そう思いまして、バーレル買ってきました。ドカ食いの日なんで、その他いろいろ用意してるんですけど、まずこのバーレルソースラーメン、これを作っていこうかなと、そう思います。で、ほんまはその今 UFO の袋麺あるじゃないですか、あれをね食べようと思ったんやけど、なんか売ってなくて、で、うわどうしようってなって、あ、そうや、 UFO で昔ラーメン作ったなと思って、で、僕関西なんですけど、関西って油かすってあるんよ。で、これね、これ油かす、こっちの方やったら結構焼きそばとかチャーハンとかお好み焼きとか、まあうどんもそうやし、そういうのに入ってて、お店の近くにミートショップがあってね、ここで買えるんよ。まあ普通に食べてもおもんないなと思って、そうや、油かす買ったろうと思って、油かす買ってきました。こういうやつね。最近前東京行った時も油かすのうどん屋さん見かけた記憶あるんやけど、最近ちょこちょこ出てきてんのかな。これが元の油かすの状態で、これをねお好みのサイズで切ってあげて、待ってね、待って、けどあんだけ入って500円ぐらいなんよ。めちゃくちゃ安いでしょ。これがねいい味するんよ。鴨そばと油かすとかね、そういうのも大阪であったりとか。で、お湯が沸いたんで、とりあえずこの油かす、これを先にもう入れちゃおうかな、の方が味が染みると思うんで、染み出すと思うから、まあ軽く、うん、これぐらいちょっと入れて UFO ラーメン作っていきます。UFO ラーメンじゃ、バーレルラーメン。助けてー。まあ作り方は至ってシンプルで、まあ湯切りするかせえへんかだけの違いやねんけど、ただ一つ問題なのは火薬を後で入れるか先入れるかやねんけど、僕は先に入れます、揚げ玉をね。揚げ玉入れの、はい、先揚げ玉入れて、で、ちょっと出汁の出たお湯を注ぐ。で、あんまりね多分パンパンにお湯入れない方がいいと思うんで、ちょっと少なめぐらいのお湯。うわ、めちゃくちゃいい匂いする、これ、この油かす。これ油かすが入ってるやつね。で、ここにもうソースを入れて、いや、あとなんかな、どっちやったやろ、忘れた。で、ソースを溶かして、あー、いい匂いするわ、絶対うまいで、これ。で、お湯を切らんとこのままステイ。めっちゃ冷たい時に入れてもたわ。ちなみにこれ日清の袋麺、あと1キロチャーハンで、この油かす、油かす焼きそばと、もやし、ちょっとできるまでしばしお待ちを。ちょっと焼いてチャーハンにも乗せようかな。まあ見事な茶色やねこれは。茶色レンジャー。いや、ほんまちょっとサムネ作るためにあれしようかなと思っとってんけど、伸びちゃうかもしれんから。あ、いい感じじゃない？
めちゃくちゃいい匂いする。ほら、ソースラーメン。で、油かすも、もう惜しげもなく大量に使いました。うん。ちょっと食べるね。わ、うめえ。なんでかな、焼いたとき、焼きそばで食べるときより、ソースの味わいの広がり方が、こっちの方が全然いいと思う。うん？べらぼう2枚ぞ、これは。うん。うまい。油かす。うん。あ。うまい。すげえ、油かすめちゃくちゃうまいわ。油やから。噛んだ時の甘みがすごい。うん。これはやばいぞ。すごい。油かすっていうことやから、一回こう、そういうホルモンとかこういう油のやつを揚げてるんやろ？揚げてるんやろ？あ、俺、好きかもしれん。UFO ラーメン。バーレルラーメン。うん。うめ。やっぱり関西やから、ソースの文化がすごいよね。だからこのチャーハンとかでも結構かける人はソースかけたりとか。焼いてもええ匂いしてきた。じゃあもう早速混ぜようか。あ、しまった、焦げてもた。まあ焦げもうまいし。油かすから出た油をこの焼きそばにまとわせて、ちょっとこれだけ食いたいな、焼いてるやつ。うん、あっ、いや、ちょっと待て、ちょっと待て、これ塩コショウでやばいぞ。めちゃうまいやないかい。ソースちょっと追加します。絶対うまいよ、これ。明日プルプルなってるかもしれんけど。お肌プルンプルンやで。これめちゃうまいやで。食べてみる人。うん。これは止まらん。油かす焼きそばも食べようか。
開く？開く。うまい。ちょっと焼くことによって油かすも火が通って表面がカリッとするんよね。僕キャベツもまあ焼きそばに好きやけど、もやし入れるのが大好きでめちゃくちゃうまい。あんまり入れへんかな。好きやわこれ。その袋麺が売ってなかったから、ほんまはなんかペヤングを乗せようと思ってたんよ。けどペヤングも普通のペヤングが売ってなくて、なんかちょっと変わり種のペヤングはあってんけど、いやーけどそれやってもなーと思って、日清つながりの日清焼きそばで。ほんまは白いご飯でも全然良かったんやけど、昨日、一昨日かな？嫁さんの実家が帰ってきて、その日、結構一日食べてたんよ。だから夜ご飯俺はいらんくて、その時みんながチャーハン食べてたよね。で、昨日の夜、みんな、なんか餃子かなんかと、なんか色々食べとってんけど、豆腐やって。だからチャーハンも餃子も食べたかって、いや白ご飯よりやっぱりこうチャーハンと合わせたいなと思って。ワーレルラーメン定食。関西の方の昔のたこ焼き屋さんって、一回行ったことあんねんけど、おばあちゃんがやってるたこ焼き屋さんで、どんぶりの縁にソース塗ってくれて、中にたこ焼き入れて、お出汁入れるんだ。だからソースとお出汁の混ざった、まあ、明石焼きって言ったらあれなんかな、わからへんけど、それでたこ焼きを食べるっていうお店があって、そこのおばあちゃんのね、たこ焼きがものすごいうまくて、今やってるかどうかちょっとわからへんけど、で、そのおばあちゃん、朝市に行ったんよ。ほんなら、なんや、食べるんかって言われて、あ、食べますって言って。ほんならおばあちゃん、その、たこ焼き用意してくれはって、で、食べてたら、ところてん食べるかって言われて、あ、いただきますって言って、ところてんサービス出してくれたんやけど、もうね、そのところてんのね、味が忘れられへんぐらい、衝撃的に、うまい。多分これから先、出会わへんのちゃうかなっていうぐらい、感動するレベルで、おばあちゃんのところてんもうまかった。袋の粉末のソースも懐かしいわ。一人暮らしの時ようお世話になったこれ。
けど、あれやね、昔よりだいぶ高いね。あれ、こんな高かったっけと思ったの、買った時。スープも飲み切ってまおう。じゃあ禁断の前を行きましょうか。ちょーい、うん、マヨありがとうございます。油かすやっておくか。うわぁ、あれいっぱいや。じゃあ残りは明日娘のお昼ご飯にしようかな。喜ぶでーこれ。うん、絶対娘好きやもんこれ。油かす西成の山木さんとかあるやんか、あれもこのこういう油なのかな。昔ちょっと前に東京のへそ0号っていうお店、東京の新橋やったかな、その油っていうのがあって、そこで使ってるのは菊油やったかな。だから西成の山木さんをモチーフにしたようなお店のメニューが結構あってんけど、ホルモンはねやっぱうまいよね。ホルモンの天ぷらって知ってるかな。広島に旅行行った時、まあホルモンもうまかってんけど、タレみたいなのがめちゃくちゃうまくて、なんて表現したらいいんかな。まあ酸味のあるようなコクのあるお醤油ダレみたいな、それにこうホルモンの天ぷらをこうつけて食べるんやけど、はい、明日娘の爆盛りチャーハン焼きそば弁当が完成しました。じゃあこれは残すっていう感じで、今日はもうごちそうさましようかな。2日前もあんだけ食べたとこやし、今日はこの辺にしといたろ。ごちそうさまでした。ではまた。食べてる最後の方からめっちゃ腹痛くてなんか食べるどこじゃなかったんけど